はい、たけしです。こんにちは、こんばんは。ということで、ダイビス様は私、追い切りを3つの角度から簡単に評価、いつものやつやっていきたいと思います。追い切り内容とコース、相性、調教師の相性、馬自身の相性ということでね、3つのパターンです。簡単に記号で、チェックしていきたいと思います。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。はい、あと応援激励はコメント欄にいただけたらとても嬉しいです。見ております。あと質問はね、お気軽にメールしてください。スクショとかいろいろ使えますからね、コメ欄だとなかなかあれなので、メールの方がいいかなと思ってます。はい。で、その前にですね、TikTok の方でね、アップした、動画内容の紹介ということで、ちょっとこれを特注条件みたいな感じで利用してみたいなと思っていますので、ちょっとその、ダイジェスト版みたいなものをご紹介したいなと思っています。フルで見たい方はぜひね、TikTok の方見ていただければなと思うんですけど、ダブルでね、喋っちゃうと、僕の声と僕の声が被って、聞き取りづらいと思うので、一部、この先ちょっと僕は黙って、TikTok にアップしたものをちょっと流しますけど、簡単に言うと加速ラップと、枠の狙い目ですね。はい、その組み合わせがちょっと熱いぞっていう話になっています。で、この画面はですね、対策動画の方で毎週アップしている、そのコースと美穂、立冬、それぞれの反路のラップの条件です。はい。加速ラップしているのか、その加速ラップが最後だけ12秒台なのか、2ハロン、1ハロンとも12秒台か、11秒台があるのか、最後減速しているのかなど、っていう表になってます。詳しく見たい方は YouTube の方来ていただいた方がいいんですけど、まずこれ見ていただくとわかるように、新潟の芝の1000メートル、はい、に関しては、立冬に関しては、立冬の反路、東海州反路、最速時計の時のラップですね。2ハロン、1ハロンが12秒台で揃っている。まとめている上で1ハロン、最後1ハロン12秒台で加速している馬。っていうところの勝率が 10.7%、副勝率 25.0% でズバ抜けてます。で、単勝回収も115、副勝回収も85あります。で、美穂に関しては、回収率155って書いてあるところが目に入っちゃうんですけど、これはですね、穴が一発入ってるだけなんですよね。見本のラスト減速2ハロン12秒台なんですけど、そうじゃなくて、やっぱ狙い目になってくるのはその上2つ。見本の加速2ハロン1ハロン12秒台でまとめている馬ですね。で、加速している馬。はい。副勝率が 31%。単回収 83%。副回収 106%。109% ですね。で、見本のラスト減速2ハロン1ハロンまとめてるけど、12秒台でまとめてるけど、最後減速しているっていうところ。勝率が 11.3%。副勝率が 22.5%。単回収119%、副回収 60%、ここです。はい、見本で言うと今の2つ、立冬で言うと1つですね。はい、そこが、ポイントになります。この赤で囲んだ部分ですね。はい、ここです。これに該当している馬っていうのが、抜けて成績がいいです。で、年度別で見ても大体、この3つを押さえておくと安定しますね。どこかは走ってくれる。あと、本当は、ラップに11秒台がある馬。パッと見た感じで、わかる方はわかると思いますけどね。馬券率高いんですよ。うん。高いんですけど、やっぱ母数が少ないので、そんなに出現もしませんし、そこは省いて、この3つのパターン、ここをまずね、チェックします。で、7枠、8枠でね、これに該当している馬の成績がこちらです。2018年、副回収率 121%、1.8%、2019年 98.3%、2020年 110.0%、2021年 110.7%、2022年現在 130.0% と。いうことでですね、めちゃくちゃいいんです。これが外に入ったらもうめちゃめちゃ安定株で、1頭以上いる場合にですね、はい、7、8枠なんで1頭以上いる場合もありますよね。マックス6頭います。0頭の時もありますけど。はい、1頭以上いる場合に1頭以上が馬券内に来ている確率が 50.8% ということで、副賞半分に1回当たってます。半分に1回当たって、こんだけ大幅でプラスです。はい、トータルで見ても全然プラスです。はい。そんな感じで、ちょっとダイジェスト版にして、それでも結構長かったですけどね。お届けしました。で、これを TikTok の方でアップしていて、僕もこれ使いたいなって自分で思ったので、ちょっと今回はね、これに該当する可能性がある馬、まだ枠出てませんからね、この収録時点で。可能性がある馬を、特注として扱っていきたいなと思います。ということで、そんなね、特注条件があるんじゃないかというところを、TikTok の方にね、アップとかしてたりしたんで、それはね、活用していこうと思っております。まず、ジュニパーベリーですね、美穂の反路で 53.7 秒、ラップが 14.5、13.5、13.0、12.7 です。で、加速ラップの時に特に成績が良い馬ということでもないんですけど、ウッドで追い切る時があって、そっちよりはるかに、反路の方がいいですね。はい。で、姉妹のみ12秒台の加速ラップは可もなく不可もなくという行な厩舎です。はい。成績的には、減点もないし、大きな加点もないっていう感じですかね。で、コース的な相性、特に減点することもなく、加点することもないですね。姉妹のみ12秒台の加速ラップ。これぐらいが、基準ぐらいの成績にコース的にはなってます。はい。対策動画の方を見ていただければ成績も書いてあるんですけど、なので、この馬が一番基準になるかなっていうような内容ですかね。はい。直線競馬で、勝ち星もあります。相手が強くなったら2走前から凡走してますけど、
直線でね、ガラッと変わっても、おかしくないかなとは思いますが。次にルッチェーロ、美穂の反応で 55.1 秒、15.3、14.4、13.3、12.1 というような加速ラップになっています。で、反応が速いか、ウッド調教の時に勝利連帯が多い馬なので、まあその点でどうかですよね。で、反応の55秒台前後って幾度もあるんですけど、全馬券外というような感じにはなっております。で、厩舎的には姉妹のみ12秒台、はい、勝率に関しては 10% 弱あるんですけど、単回収がね、回収率が単幅ともに 50% 台ということで、基本的に人気サイドしか来ていない感じです。で、コース的には、まあ、先ほどと同じですね。姉妹のみ12秒台の加速ラップなので、まあ、基準という感じです。イタテンステークスでね、最高峰から上がり 31.4 秒で追い上げて5着というところもあるので、まあ、そういう、なんだろうな、その、差しが効くというかね、差しの展開になった時でも、展開もクソもないからな、コース的にはね。もうこの馬が、そういう競馬をして、した時に前が、止まっていればという、そういうことですよね、単純に。はい、ときめき、反路で 53.1 秒、で、パッと見姉妹12秒ね、ニハロンが12秒揃いのまとめの加速なので、お、これは特注該当かと思ったんですけれども、3ハロン目のところがね、こういうラップなので違いましたという感じです。で、ときめき自身は、まあ、綺麗な加速じゃないですけど、ウッドからね、反路に調教を変えているっていう、そのあたりから成績が見違えているので、そこはいいのかなと思うんですよね。で、厩舎としては、加速ラップではなくて、53秒台以下なら、勝率 8% ほどで回収も高いんですけど、この厩舎の勝負の時の形ではないなっていうところですかね。で、はい。で、綺麗な加速ラップではなく、コース的にはかなり成績が悪いパターンに属してしまうということで、コースとの相性的にはあまり良くないかなとは、はい、思います。うん。でも、ここ3戦でね、2着2回、1着1回と好調ですね。まあ、点に遅れると厳しいところがありますけど、ちゃんとゲートさえ出ればっていうね、ところが、非常に重要になってくる馬なのではないかなとは思います。マリアズハート、はい、反路で 53.6 秒、姉妹2ハロンが 12.8、12.5 と12秒台でまとめた加速ラップとなります。で、馬自身、マリアズハート自身からすると、該当数は少ないんですけど、姉妹2ハロン12秒台まとめなら、これ加速でも減速でも高走をね、過去にしています。はい。厩舎としては、該当数は少ないんですけどね、この形ね、勝率が 15.4%、単回数 192% ありますということで、かなり気になります。で、コースとの相性ですけど、美穂の反路、姉妹2ハロン12秒台で加速ですね。今回は加速ですけど、マリアズハートは、まあ、減速でも、コース相性良しということでね、TikTok 動画の特注にも、7枠8枠に入るなら該当ということで、まあ、20丸オア特注というようなね、判定をさせていただきました。で、直線競馬2戦2勝しています。人気の中心になると思いますが、これ2戦2勝ともに8枠なんでね、この点でちょっと過大評価したくないっていう気持ちは、こういう調教でも、対策動画の時と僕は、イメージは変わらないですかね。はい。なんか外に入る気はしますけどね。ベント・ボーチェ、はい。反路で 53.4 秒、姉妹11秒での加速ラップで、まあ、馬自身はね、もう特にそういう調教とか見なくても、過去10戦5勝、馬券で7回とも安定度が高いし、時計の偏りは特にないですよね。こういう時にいい、結果出してるとかない。ただ、姉妹11秒台の加速ラップは初というところはね、まあ、プラスなのかなと思います。はい。で、厩舎的には11秒台のラップはほぼ出してこないですけど、加速でも減速ラップでも、早めなのは、成績が良い厩舎になってはおります。はい。で、そうですね。コース的には姉妹11秒台ラップ、まあ、1着はここ数年でないんですけど、馬券率が 57.5%、まあ、二重丸と丸の中間の丸かなというところですね。はい。で、まあ、新馬から現在まで安定した成績を出しているベント・ボーチェ、はい。3戦目で直線競馬も勝利しているという、まあ、実績もね、コース実績もあります。クリスティ、はい。反路で 51.3 秒で、2ハロン、1ハロンで 11.9、11.8 と、11秒でまとめた加速ラップになっております。はい。で、クリスティとしてはですね、11秒台、姉妹11秒台の加速ラップで4戦して3勝。はい。負けたのはかかってしまった関谷記念の6着のみとなっています。これ気になる点ですね。で、厩舎としては11秒台の加速ラップ、30頭中10勝勝利。これもすごいなと思います。過去3年で年間別に見ていっても全てプラス、収支になっています。今月ももう1勝追加していますね。はい。で、コースとしては、まあ、姉妹11秒台ラップ、先ほどと一緒ですね。ベント・ボーチェと、ベント・ボーチェと同じですね。はい。丸と二重丸の中間の丸という感じです。はい。で、8戦連続馬券外。
馬の気持ちがなんか泣いてる感じはするんですけど、この調教ですし、なんかブリンカー予定らしいので、ガラッと変わっても全然おかしくないなっていう、すげえ面白い一頭だなと僕は思っています。レジェロ。はい、ハロ 57.2 秒、まあこんな感じのラップになってます。ハロがね、56秒台以上だと3戦3馬券外なんですよね。それ以外構想してるんで、構想はね、偏ってるんですけどね。なんかその点がちょっと気になるなっていう感じではあります。厩舎的にはね、勝率が低いんじゃなくて、シンプルに回収率が低く、勝ち馬の大半が1、2番人気ですね、この時計のゾーンだと。うん。なので、まあ、あんまり、ね、別に強い馬が勝ってるだけなので、そんなに評価できないなっていうところですね。で、コース的には、時計は遅いんですけど、中途半端に姉妹だけ12秒台の加速ラップよりは、立冬に関してはね、成績が良い不思議なコースになっているというところです。で、レジェロ、4戦連続16着。16で、まあ、絶不調ですね。まあ、馬体も小さい馬ですからね、ちょっと期待するのは、あんまり過剰に期待するのは酷だよな、とは思って見てます。まあ、とか言って急に走るタイプの馬ですけどね、レジェロ。はい、スティックス、半路 52.0 秒、2ハロンのところで11秒台がある姉妹減速の形ですね。はい、大きな偏りは馬自身にはないんですけど、2ハロン11秒台の減速。これ CBC 賞でも出してた結果7着でしたね。はい、でもまあ、あのレースはちょっと参考外のところもあるかなっていうところもありますけど、はい。で、11秒であるラップを出すことが少ない、今のところね、そんな厩舎です。ただ、時計自体は早い方がね、成績が良い厩舎ではあります。うん。で、コース的にはね、11秒台があって減速。馬券率は 40% 近く高いです。はい。でも、回収率低いんですよね。うん。なんで、まあ、成績という意味では、これも、丸と20丸の中間の丸かなと。うん。思いますね。前走、今村テイエムレコード勝ち。あれにね、ついていった、なんだろうな、もう波ですよね。大きな波についていって、で、まあ、沈んだっていうことですけど、まあ、あれはでも参考外、あのレースはなんかもう、いろんな意味で、すべてが参考外なのかなとは、ちょっと僕的には思ってるんですけどね。ロードベイリーフ、はい、反応で 53.5 秒ですね。姉妹2ハロンのところから、もう、12秒台でまとめた加速ラップ。ということで、まあ、先に言っときますけど、立冬の反応の馬だったら、姉妹2ハロン12秒台揃いの加速ラップがダントツ。7、8枠に入れば特注ということで、20丸、オは特注ですね。最初に見せた、TikTok の方の動画、あちらの内容に該当してきます。はい、馬自身減速ラップで全4勝しているんですよね。はい、ただ加速ラップで減点することもなく 50% は馬券内に来ているということもあります。はい、で、厩舎的には減速ラップでも加速ラップでも、ほどほどの成績ですね。はい、成績が悪いのはウッド調教の時だなというところがありますので、まあ、丸かなという感じです。2走前イダテンステークスを指して2着マリアズハードに負けたんですけど、まあ、こっち6枠だったんだね。うん、その分もありますけど、それなのにマリアズハートばっかり注目されるんだったら、僕はこっちがね、マリアズハートより外に入ってくれたら全然買いたいなっていうふうに思っています。シンシティ、はい、もうシンシティの名前見るとな、シムシティやりたくなりますね、世代的に。はい、多分いつだろうな、小学校中学校の時に流行ったのかな。ハロ 55.1 秒、はい、姉妹が12秒台でまとめた加速ラップなので、これも20丸オア特注という判定ですね。はい、成績常に安定なので、調教内容での成績差がないので、まあ、減点も加点もなしかなというところです。で、厩舎としてはですね、どのラップの時計の形でも加速の方が減速でいいです。うん。姉妹12秒台だけ加速している。2ハロンのとこだけ12秒台で姉妹減速している。だったら加速の方がいいしって、いつも対策動画の方で出してる加速の表、加速ラップの判定の表あるじゃないですか、6パターンの。あれの、近しいところが全て加速の方が増してる厩舎ですね。はい。で、前走5番からの競馬でマリアズハードの3着、でしたけど、果敢に外行こうとしてね、で、もうちょっと内だったら、うん。というか、あと2番内だったら、勝ててたかもしんねえなって僕は思ってます。はい。直線の適性も高い印象があるので、この馬もすごく気になっています。パーティナシティ。はい。こっちもシティがつくので、もうね、スイッチでシムシティ探したいと思います。反路で 54.1 秒。姉妹 11.8 秒です。で、姉妹11秒台加速ラップ、過去に1戦ありました。いっぱいです。で、ただ、そのコーナーでね、外に逃げて負けただけなので、うん、ちゃんと走ってなかったかなと思うんですよね。大半の構想が加速ラップの時に該当している馬でございます。で、厩舎としては姉妹11秒台は珍しいんですけど、加速ラップも含めてね、11秒台があると馬券率が高い厩舎。まあ、12秒台で姉妹まとめた時の方がダントツでいいんですけど、これは全然プラスかなと思います。で、コースとの相性は先ほどと同じで、丸と20丸の中間の丸と。
いう感じです。まあダートで2桁着順が続いて本年はまだ未出走なんですよね。でもダートからの選直って面白いですしね。よく走りますからね。全然マイナス材料にならないし、こういう調教っていうのはすごく僕は楽しみだなとは思います。お主何者？はい、まあ注目される馬ですね。ハナで 55.1 秒、姉妹12秒台で、まとめている加速ラップなので、重複になりますけどね。二重丸、おは特注ということになります。はい。お主何者自身は、なんだ、お主何者自身はって何なんだよ。まあいいや。加速ラップでね、好成績です。はい。今回の形で馬券率 50%。うん。最近負けてますけどね。このラップはこの馬のいい形かなと思います。はい。厩舎としては2波の12秒台でまとめている加速ラップの時が抜けた成績で勝率 15% 超えてたりするので、これは二重丸かなっていう感じですね。はい。で、主何者、予定ではとにもね、各にもということで、まあ、今村聖奈騎乗です。はい、今村聖奈騎手特集をね、YouTube でも TikTok でもやりましたけど、まあ、そこはちょっとね、直線競馬だからあんまり関係ない話になっちゃうんですけど、まあ、でも、過剰人気するのは怖いですよね、まずは。うん、でも、まあ、対策動画の時でも言いましたけどね、藤田菜々子騎手と2人で8枠入れちゃったら盛り上がるから JRA そういうことやっちゃってもいいんじゃねえのっていうふうに僕はちょっと軽い気持ちでは思っていたりしますけど、そうですね。でも、こういう条件なんでね、本当に外に入ったら、あとあれですよね、クッション値が低い方が8枠が有利っていうのもね、対策動画の方で話しました。まあ気になる方は見ていただければなと思うんですけど、今のところね、そういう偏りが出てて、クッション値が高かったら、そんなに枠別で8枠がめっちゃいいってことでもないので、その点考えるとね、クッション値が低くなって7、8枠に入っちゃったらもう買うしかないかなとは思ってます。で、まぁ、ちょっと次からウッド組に入りますけど、その前にこれは対策動画で出した画面ですね。母数が少ないので要観察、この夏一緒に観察しようぜって部分で、クッション値 9.5 以上、もちろんこのコースですよ。新潟芝1000メートル。クッション値 9.5 以上の時に、見本のウッドの追い切りで半路回り組が好成績なんですけど、9.4 以下で、もうウッド組がボロボロですね。半路組ばっかり上位に来ているっていう傾向があります。はい。で、そもそも、で、しかもトータルで振り返って2018年ぐらいまで見ると、もう全体的にウッドが悪いっていうコースになっていますので、ウッド組はあまり評価していませんが、クッション値 9.5 以上になった時はちょっとこれ、もしこの傾向がね、続くと思えば買ってもいいかなっていうような気持ちで僕は見てるんですよね。アヌラーダプラ。はい。ウッドでご飯のが 73.0 秒。姉妹 10.9 という時計です。まあ、調教と結果が全然リンクしているタイプではないっていうところもあって、ちょっとクエスチョンマークですかね。はい。しかも成績が安定しているので、ちょっとよくわからないところは僕はあります。はい。で、厩舎としてはウッドで姉妹早い時の成績いいんですけど、本来はね、ポリとかね、Cコース、まあ、ダートなど、トリッキーなね、ことしてきた方が、いい厩舎ではあるんですよね。うん、その辺はちょっと僕もなんでかもう一回調べ直さなきゃダメだなと思って結構チェックしてるんですけど、はい。そのうちまた特集組みたいなと思ってます。はい。で、ウッド組の成績はさっき説明したみたいに一部の要観察の例以外成績かなり悪いということでも、罰で、共通していいかなと思います。デビューから全て人気に支持されて9戦5勝しているということで、まあ非常にその点では素晴らしい結果を残している馬だなとは思っています。ビリーバー、はい、ウッドでご飯のが 65.8 秒いい時計ですね。姉妹も 11.4 秒、はい。ウッドが早いと成績が悪いんですけどね、ビリーバー自身はね。はい、ただ姉妹が早い時は好成績なので、もう本当に判定が難しい。間取ってもあるかなと思います。で、厩舎としてはね、この厩舎全体の勝率が 2% しかないんで、で、回収 30% とかですからね。この数年で見てもね。まあ、どこを切り通っても勝負パターンなんかないというところです。はい。で、ウッド組は罰かなという感じですね。ビリーバーとしては2年間馬券内なしなんですけど、ここ2戦でちょっとでも復調してきてる気配感じますね。はい。で、直線競馬も対応できるしな、そろそろ、走っても全然おかしくはないと思うんですけどね。オールアットワンス。はい。反路で5波論、反路じゃないや、ウッドで5波論 71.8 の姉妹 11.1。馬としてはウッドが合うのかなと思ってます。はい。相手のレベル違いますけど、反路にしてとだとき全敗してますからね。連敗してますからね。うん。まあ、そこも元に戻してきた印象です。はい。切り替えたいなというところなのかなと思うんですけど、厩舎としてはね、ウッド70秒台以上だと人気馬の勝利が大半で、厩舎全体として見ると、まあ、回収率が最も低いケースの一つになると。はい。で、コースとしては×。コースとの相性×という感じです。
ただ去年のアイビスサマーダッシュの勝利しているね、ディフェンディングチャンピオンなので当然舐めることはできませんけど、今回なんかこういうの見ちゃうとあんまり買いづらいかなとは思ってます。東証ピスト、はい、ポリトラックでしたね。5波の 65.4 秒という感じになってます。姉妹が 12.4、 まあでも全然あれですね、はい、馬としては5歳の時に勝利してから5年間で3着1回なんですよね、この5年間でね。はい。で、さすがにそこの過去成績と調教のリンクってもうあったとしても参考外ですよね。こういう調教の時に掲示板までは来てるよとか、そんなとこ拾ってもあんまし意味ねえかなとは思うんですよね。で、厩舎としてはポリトラックの成績は悪いですが、厩舎全体としてそもそもここも回収 20% ぐらいしかないので、この数年のトータルでね、まあどこを取ったとしても、これと勝負っていうパターンはないです。はい。で、コーストも×。はい。日本のポリトラック組って、新潟の戦直で好成績って言われるんですけど、それほとんどライオンボスの成績ですからね。はい。なので、別にライオンボスがいいっていうだけの話だと僕は思ってます。はい。ただ、東証ピスト自身はね、キャリア66戦の10歳馬っていう、この健康と元気さっていうのは僕はもうね、素晴らしいなと思いますし、大きなレース一つ、勝つことと同じぐらいね、価値があるんじゃないのかなって思いますよ。ライオンボス、はい。まあ、ポリトラックで、まあ、いつも通りの、調教と。感じなんですけど、その点はいいんですけどね、ただライオンボスがここで構想してるのって、結局ポリトラックと反路もね、使ってたっていう点ですよね。そこがすごく気になって、今回反路全く入れてないですからね。本当に偏ってるんですよ。ライオンボスが構想してる時ってね、ポリトラックでもね、その週に反路使ってるか使ってないか、成績が天と地ぐらい違うので、ちょっとこれを罰にせざるを得ないのかなとは、はい、思います。別に人気で印打ってるわけじゃないんで、これは。罰かなと。で、厩舎としてはね、マイル戦とかのね、ポリトラックってめちゃくちゃ買うとね、来るんですよね。めちゃめちゃ買いやすいんですけど、それだけなんですよね。別にね、ポリトラックで買えるところってね、積極的に。で、美穂のポリトラック組、まあ、好成績あるんですけど、半分ぐらいはライオンボスの成績なので、まあ、別にコースとしてポリトラックがいいわけじゃないので、罰かなと思います。はい。で、芝1000メートルといえばライオンボスですけどね、でも勝利したのも2年前ですし、こういう内容なので、なんか中途半端な枠で人気背負ってほしいなとは思いますね、僕的にはね。はい。マリアズハードと一緒にね、5枠、4枠ぐらいに入って、そこそこ人気は持ってってくれたら嬉しいなとは思ってるんですけどね。はい、で、次に期待ですね。こちらが、ウッドでした。はい、木曜日だったんで、ちょっと最後に入れましたけど。68.2 秒、姉妹 11.3。調教と結果のリンクがあんまりないですね。姉妹 11.3 秒ってこの馬の中でも早いんですけど、別にそれがいいか悪いかはちょっとまだわからないと。厩舎的には全体的な成績から言えば、ウッド姉妹11秒台はいい方とは言えるんですけど、他の厩舎と比較すると、成績は低いかなと。ふうに判定していいかなって感じですね。はい。で、まあ、コース的には、まあ、ウッド組はよろしくないということで、まあ、罰なのかなっていうところですね。まあ、さっき言ったみたいに、クッション値が高い時にやたら走ってるっていう点は、注目してこれから見ていかなきゃダメかもしれないですけどね。まあ、長い直線を逃げるっていうこと自体が、この馬合わないことはないんですけど、僕はなんかちょっとまだピントが来ないですかね。はい。で、まあ気になる、まあ追い切りの話で言うと、まあでも7、8枠に入るかどうかもあるけどって書いてありますけど、まあマリアズハート、まあ特注に該当する可能性がある馬はまず気になりますよね。マリアズハート、ロードベイリーフ、シンシティ、お主何者。あとはまあクリスティもね、ガラッと化けそうな内容だったりもしますし、パーティナシティですかね。はい。その辺はちょっと気になってるなっていうところです。あとまあ、出走することになるなら、まあ、ちょっとね、登録馬も多いので、何が取り消して何が入ってくるか分かんないですけど、まあ、リンゴ飴とかもね、加速ラップ12秒台まとめなので、ニハロンが。これ、特注に入る可能性もあるんですよね。トミケンルーガンも11秒台があったりとか、しますし、まあ、検討の余地は十分にあるなと。あとはもう、何が出走するか確定して枠を、枠ですね、枠を確定してもらえればなっていうふうには、はい、思っています。はい、そんな感じでお届けしました。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。ということで、週末アイビスサマーダッシュの予想はアップしたいなと思っておりますが、今ね、この動画撮りながらふと気づきました。まあ、あれですよ。例えば、ブックメーカーとかって、日本の競馬も買えるじゃないですか。で、まあ僕もまあ昔買ってる動画アップしたりとか、ツイッターとかも書いたりしましたし、昨日もツイッターにね、凱旋門賞の現時点のオッズとか貼ったんですけど、タイトルホルダー今のうちに買っといた方がいいかなとかね、そんなような、こともあったりするんですけど、アイビスサマーダッシュっていうか、新潟のね、直線1000メートルなんで、外に入った馬が、
やっぱり基本的には有利なので、でブックメーカーのオッズってオッズ変わらないじゃないですかね。えだから枠確定前にオッズが出てるわけですよね。その辺の歪みってすんごい役立つんじゃねえかなって今ねこの動画の録音しながら思いましたね。うん、外に入って、要するにだから人気薄のとこだけバババババってブックメーカーで押さえといて、外入ったらラッキーみたいな感じにしといてね。で、日本の、国内の JRA の馬券は、枠順確定してから、うん、外を狙うとかね。それともどうなんだろう、ちゃんと見たことないんで、言うてブックメーカーのオッズって G1 とかは上乗せしてるんですよね。ペイアウト率を。なので、すごくオッズが美味しいのであれなんですけど、さすがにな、アイビスサマーダッシュとかでブックメーカーで買ったことないもんな、俺。ないんですけど、枠確定後にオッズって大幅に変わってんのかな？変わってなかったらむちゃくちゃ美味しいですよね。ちょっと今週ちょっと見てみますわ。はい、見てみて皆さんにちょっとまたその辺の情報も伝えれたらなとか、はい、思っております。はい、あとこのクッション帳読むっていう本が出ておりますけど、うん。クッション値に関してはさっきも言いましたけど、対策動画の方でも言いましたけど、新潟の、芝の1000メートルね、クッション値が、まあ、9.5 以上だと、8枠別にそんな有利じゃないっていうね、9.4 以下だと8枠がすんげー抜けてるんですよね。その辺が今後も続いていくんだったら、ちょっとこの夏おもろいよなって思ってるので、はい。ぜひね、対策動画の方も見てもらえたら嬉しいなと思っております。で、最後にまあ、短い動画とかはね、TikTok の方にアップしていたりします。はい。あんまりマニアックなことはやらずに、どっちかといったらテンション的には10年ぐらい前のテンションですかね。はい。若かりし頃の竹内のテンションっていうか、テンションで別に喋り方のテンションとかじゃないですよ。やってる内容のテンションをね、そんぐらいに落ち着けて、10年ぐらい前の竹内に落ち着けて着地して、配信してます。はい。ぜひね、フォローしてもらえたら嬉しいなと思っております。はい。あんまりマニアックなことやってると伸びなかったんですけどね。ちょっと、どっちかって言ったらやっぱ若い方が TikTok は見てる方多いのかなと思って、じゃあ競馬初心者の方の率も高いのかななんていうふうに思って、ちょっとそういうふうに切り替えたらすごく再生数が何十倍とかね、にもなったので、ちょっとそういう活動はそっちでやっていこうかなって、ちょうど YouTube といい住み分けができるよなと思ってるので、ぜひね TikTok の方も、登録してもらえたら嬉しいなと思います。概要欄に、URL がございますので、ぜひね TikTok の方、あとこの当然 YouTube、竹つべ、まあ、ここが本拠地ですから、フォローじゃねえや、なんだ、なんでしたっけ、チャンネル登録といいねしてもらえたら嬉しいなと思っております。ということで竹内でした。バイバイ。